どうもお疲れ様です。モッピーでね、ついついでかい金額を狙ってげんなりしそうなんですけども、実はね、カテゴリーの中にむちゃくちゃ簡単なのが集まってるところがあるんですよ。それが、無料の資料請求ってやつですよね。で、ここはね、例えば無料の中でも無料登録ってのを押すでしょ。そうするとね、例えば、モッピーの公式ツイッターをフォローする、ワンクリック、インスタグラムをフォローする、ワンクリックで6ポイント入るんですよ。で、問題は、 ゼロポイントがずっと続くっていうことなんですよね。とりあえずゼロじゃない状態を毎日更新していく。これ3ポイント取りに行かない理由ありますかねこちらの3ポイントも取りに行かない理由ありますかねでこういうのをね、無視しないことなんですよ、えー。だから1万ポイントが決まらないとかね、3000ポイントが難しいとか、それはまだ自分のできるものではないから難しいですよね。でもこれはどうですかね これななんかか条件ありますかねできない理由がそれから横に行くと楽天マガジンの31日間無料ですよこれ無料で1ヶ月31日間利用すると400ポイントもらえるんですよこれなんかできない理由ありますかねこれ同じでここですね無料で利用してポイントがもらえるやつがあって無料期間が終わる前に解除すればいいわけでしょ で、この中でも全部ができるとは限りませんけどもできるやつを集めれば1000ポイント2000ポイントってすぐ行くわけですよだからいろんな問題があってね例えばクレジットカードが作れませんって人当然いるんですよセルフバックっていうとクレジットカードしかないと思ってる人もいるんですけどもそんなことないですからねこういう1ポイント2ポイントなんて私だってやりますからね、うん、だからいくら稼げてもこういうのはやるんですよで逆に言うとだから稼げるんですよね でふるさと納税ってありますけどもこれはいろいろと入力がめんどくさいなぁと思ってやるやらないって判断はあると思います、うん、ただめんどくさいと思ったらポイントは取っていけないんですよ、うん、そのほかにもほら2345って16話であるわけですよ5いきましょうかでポイントが結構出てきましたよね例えばこの MC ナースネットっていうのはこれは看護師の資格がないとできないからすぐには無理だよねって方が多いと思いますね どうですかねこれ見積もり依頼フォームからの申し込み後って書いてますよねこれ見積もりを作ってもらったらポイントがもらえるんですよ別に仕事を依頼しなくてもいいわけですから他にもねありますよこれどうですか学習保険一括治療請求まあこれはねアイスがもらえるってやつなんでハーゲンダッツ2個ちょっとですねあのお金じゃないんでやらないかもしれないですよねまだありますね6 あ 6, あ6までですね1から6までってことだったのかなで7日間お試しって書いてますねこれなんだろうなるほどこれは西日本新聞を7日間無料で読んでくれた方もしくは購読してくれた方読まなくてもいいんでね多分ウェブ版でしょうこれやると200ポイントもらえるんでこれ有料課金される前にやめればいいわけですよこれは難しいですかね、まあ、こういうのがねありますからねカテゴリーの この無料資料請求の中にね。じゃあ無料即ポイントってあるじゃないですか。これどうですか即ポイントですあ、さっきと同じのが出てますね。うん。まあ即ポイントなんで、この中でできるのは一個もないかなってところですよね。モニターアンケートもいいと思いますよ。モニターをしてあげて、で、サイトとか、 サービスの感想を送ってあげたらそのアンケートに対してポイントがもらえるわけですよこの市場調査に協力するっていう形ですけどもこれはできませんかね、うん、その他セミナー面談これは実際に会場に足を向けないといけない部分があったりとか、まあ、一定の収入がない人はダメとかね資格がないとできませんよっていう形のものが多いと思いますけどもその分ポイントが高いなと。 うん、あ一社につき合計8,000円相当持ち家計画また出てますねこれなんてもうずっとありますよこれ5,000円とか8,000円とかあの費用はね費用っていうかこの報酬は変わりますけどねでこちらの方は身分証明書などいらないですからねただネットで申し込んであのモデルルームとかモデルハウスに行くだけですから。 こう言ったらですけども例えばね病院に行くつもりでここに行くんですよで時間かかります30分ぐらいですこれ会場に行って30分ぐらいしたら終わりですけ30分もかかんないですねうん、まあ、実際1件行ってみるとあこんな簡単なんだと思って繰り返し行くようになりますからあと各種資料請求ってのがありますね資料請求してもらえるポイントみたいなね是非資料請求してくださいもう資料請求なんて昔からある古典的なパターンです あと、口コミ投稿ですか。これも口コミ投稿なんで、できるやつを探して、口コミを投稿すればいいんじゃないですか。うん。まあ、これ、体験が必要な部分もありますね。で、その他、制約ってなあります。これはちょっと難易度が上がると思いますけども、どうでしょうかね。うん。この中で見出しだけで選ぶやつと、見出しではよくわかんないんで、クリックして実際に入ってみるやつとね、例えばこれ。 物件問い合わせってありますね。住友不動産。新規問い合わせ。なんだろうこれ。クリックしてみますね。うん、800ポイント。あとはこれを読むと。できそうならやるという感じです。あとちょっと面白いのに、電話占いってあるじゃないですか。電話またはメール占い完了。これメールして、占いしてもらうと500ポイントもらえるわけですよ。うん。あ、これは3300円以上の占い完了ですね。だからまず最初にお金を払わないと500円が、 500ポイントがもらえないんでこれは最初に費用がかかるからやめとこうと、まあ、こういう判断になるでしょはいということでねこの無料というところどうでしょうか行きましたかっていうところが今回の動画の趣旨でございましたいかがだったでしょうかそれではまた別の動画でお会いしましょう